アイエアGM 斉藤の乱雑無償、もう数を数えたら第7回目でした。あ、今回がね。はい、こんにちは、斉藤です。アイエアのね、理念ということでですね、昨年からですね、まあはっきりと3つほどね、出してきております。患者さんのためにですね、確実な結果が出せる療法士を育成する。まあ一番こうね、僕たちが大切にしたいところですね。まあ、この育成ということ、特に僕個人でもですね、ここにはかなり力を入れていきたい。そう考えています。まあ、なんでかっていうとですね、僕自身が、超絶に落ちこぼれでした。本当に掛け値なしにって言ってもなかなかねこう信用してもらえないんですけど、まあ、本当なんですよこれは。まあ、でもそこからですね、まあ、いろんな人たちとの出会いとか、そういう人たちが勧めてくれた、まあ、良い本、そういったものをたくさん読んだり関わったりね、まあそうだな、今となっては僕のことをね、掲示板上で散々バラ叩いてくれた人たちも僕の成長を助けてくれた人たちですんでね、もう今となっては感謝ですね。そういう人たちがいたからこそですね、自分自身が成長するという実感を、これが持ててるんですよね。で、一つ最近思ったのが、成長は成長を促すということかな。成長の連鎖を作りたいなっていうのは僕思ったんですね。僕自身がこう、ね、落ちこぼれだったけどこう上がってきて、で、やはりですね、同じようにこう悩んでる人たちっていると思うんですね。まあ確かにね、僕は、まあ、まあそういう意味じゃね、まあ昔こう学校に通ってた頃って、まあ、転換のね薬を飲んでたんですよ。まあ、もう医療の現場にいる人たちがね、これ聞いてると思うんでね。まあ、テグレトールっていう薬ですね。当時ね、800ミリかな、飲んでたかな。最大の時はね、1010ミリ、50ミリとか飲んでたんですよ。精神医学の本とかね、もう皆さん持ってると思うんで、まあ、調べてみるといいですよ。で、1日のね、最大投与量で、1200ミリグラムくらいですからね。ほぼマックスに近いくらい飲んでたんですよね。でもまあ結局もう薬を飲み始めてからね、そんなに経たないうちに治ってたらしいんですね。後々の検査で見たら。まあでもね、とりあえずずっともう一生飲んどきなさいくらいの勢いでね、まあ最終的に800くらいをね、ずっと飲んでたんですね。まあおかげさまでね、臨床実習きつかったっすね。眠くて眠くてしょうがないんですよ。まあ日中はね、どうにか大丈夫なんですけど、もう帰ったらね、デイリーノートやるところじゃないですよ。コテンパンでしたね。まあですけど、そんな中でもですね、まあ僕の病気をね、よくこう、まあ、考えてくださった教官とかね、そういった人たちのおかげで、まあ良い病院にも巡り合ってですね、もう今では完全にもう弾薬というかですね、まあお薬飲んでないで、もう治ったねっていう、ね、そういう診断いただいております。まあそんな状況の中ですね、それでも、まあ薬飲みながら僕国家試験受かったんですよね。で、そういう、そのくらいにこう、とんでもない状況だったとしても、こう、やれるんだっていうところのね、まあ経験とかがあるんで、まあ、そういったことをね、お伝えできるんじゃないかと。まあ、僕だから伝えられることなんですよね、この辺って。まあ、そういう意味でもですね、まあ、僕だから、僕しか体験してなくてですね、その僕の体験っていうものが、誰かのですね、助けになるんだったら、そういったことをどんどん伝えていきたいなと。まあ、実際そういう、そういったことをですね、まあ、転換の話じゃなくですけどね、僕がこれまでいろいろやってきた、経験してきたものをですね、まあ僕のセミナーであるとか、まあ、グループコーチングの中にですね、参加してくれ
参加してきてくれた人たちに、まあ、お伝えしていく中でですね、特にそうですね、去年の2014年からもう一緒に毎月こうね、グループコーチングを継続的に受けてる人たちはですね、ガンガン成長してるんですよね。まあね、まあ、ようやく僕もそういったところで実感が持ててるっていうものがあります。まあですのでね、まあ、僕自身の実感もそうなんですが、まあ、僕が、体験してこう解決してきたことっていうのはきっと誰かのね役に立つ内容があるんだって思いましたので、まあ、そのことをですね、まあ、中心に、どんどんこうね僕の体験っていうものをシェアしていてですね、似たような悩みを抱えている人たちをですね、まあ救っていけるんじゃないかなと、まあそう考えたわけです。まああのね、救うなんていうのを大げさに感じてね、偉そうに言うなよとか言う人いますけど、実際ですね、まあ救うことができるのはね、似たような体験した人、同じ体験をしている人でしかないと思うんですね。共感できるのもそういった人たちだと思ってます。まあ、ですのでね、まあ僕というですね、まあ、斉藤誠という、まあ、なんだろうね、キャラクターっていうと変だけどね。うん。まあ僕がどんどんぶっ飛んだこと言ってみたりとかね、まあ、普通こんなこと言わないよね。まあ、自分の病気のことなんてね、みんな隠したがるもんだとは思うんですけど、まあそういったことも、オープンにしてですね、伝えて、まあなんだろう、まあ、まあ嘘つきたくないっていうのはずっとあるんですよね、僕ね。なので、僕のね、経験したこととか、まあ思ったこととかですね、どんどんこう伝えていきたいなっていうのがあります。まあ、そういったものがね、気になる方であるとかですね、まあ共感していただける方ですね、まあぜひ。一緒にこうね、新しい世代をですね、育てていくっていうところに、まあ、力をかけていく仲間になっていただけたら嬉しいなと、まあ、思っている次第です。はい、まあなんだろうね、ちょっといろいろ語りすぎちゃいましたが、一言でまとめると、斉藤の仲間が欲しいなってことです。これも包み隠さず言えば、僕のこんな感じにね、付き合ってくれる方、まあ、こんなね、次何が出てくるか分かんない斉藤のセミナーとかですね、まあ、そういったものをですね、楽しんでくれる方いればですね、まあ、ぜひ一緒にこれからね、というかまあこの2015年はアイヘアではなく作業療法塾の方ですけどね、10周年も迎えておりますしね、本当はね、本当はもう、ちょっと一個くらいね、まあ一つ考えてたことを実現させておきたかったんですが、ちょっと作業が追っつかずですね、一個頓挫してるものがありますけどね、まあ2月頭くらいにはどうにかしたいなというものが一個あります。まあ原点回帰ですからね、作業療法塾の方は。学生さん向けのコンテンツを1個ね、まあ、出していきたいなと思ってますんでね、まあ、そちらも合わせて楽しみにしててもらえると嬉しいなと思っております。さて乱雑すぎる内容になってきたんでね、もう終わりにします。今回の内容はどうなんだろうな、まあ、毎回気にせず喋っていきますのでね、時々はこんな感じでかなりがっつりなことも言っちゃいますが、どうぞまた次回もお付き合いください。アイエア GM 乱雑無所第7回でございました。